薬王寺は、千葉県東金市上府殿にある北家系の単立寺院。三号は、不老山、正式名称は、布田薬王寺。本尊は、薬王瑠璃港におらい。ヌノの薬師さんの愛称で親しまれており、県内外から参拝者が訪れる。鎌倉時代の日蓮宗の僧、日常商人の会期で、和佐国氏に、現那2年取り立つ2月8日。 そう日常の怪奇なり、と記されている。その日常が、本尊、薬王瑠璃公女来を伝来したと言われ、寛永年間に世非炎上人が安置した。江戸時代延教年間の火災で、古器、重宝などを失ってしまった。現在の道具は、その後再建されたものである。日十文流県本北家衆に属していたが、あらは、 本北家衆は1941年日蓮衆、本門衆と合同し、新日蓮衆の一員となる。戦後、旧県本北家衆旧衆派が、日蓮衆より独立し、新県本北家衆になったが当時はそれに追従せず、1953年に独立し、単立人員となった。山に面した土地柄のため高低差があり足の不自由な人の、 参拝が困難だったが、2015年4月に、本堂まで車椅子でも参拝できる笑い看橋が完成し、2017年3月には、境内から山頂にある主郎堂までつながる階段が完成。花々が咲く美しい階段となっている。大本山役王子として、現在も、あらわ、本北家宗の僧侶が、 大寒の時期に毎年行われる寒行の際は必ず、訪れることが常になっている。賛成微備によって製造された霊薬で、ホッケ行の、ゼコー療薬、今止め在日これ、病即消滅、不老不死の妙分を監督して調剤したと伝えられ、代々の住職に苦伝された家電の漢方薬である。戦時中は、統制会社に、 薬の権利を移されその配下にあったものを戦後、統制解除され、東山の第30世、富田比較商人が権利を譲り受け社長に就任。1955年、千葉製薬株式会社、沼田薬王子工場として、厚生省の許可を得て、東山境内に工場が建設された。現在は、薬事法の関係もあり、佐賀製薬株式会社が製法を受け継ぎ製造。 当山にて販売されている。ありがとうございます。